サンブレイクには、亜種の追加の他に、復活モンスターも多くいるんだよな。過去作をプレイしていない人は、どんなモンスターかわからないと思う。そんな人に向けて、今回はサンブレイクの復活モンスターについてざっと説明していくぜ。強すぎでしょ。お、大名ザザミに苦戦しているようだな。初戦で苦戦したからリベンジしてるんだけど、慣れないから辛いわ。降格種の動きは独特だからな。しかし、大名ザザミが、マスターランクへの登竜門になるとは思わなかったぜ。そういえば、大名ザザミって昔の作品から復活したのよね。戦った記憶は少しだけあるんだけど、ここまで強くはなかったわよ。そりゃ、マスターランクだし、新しいモーションも追加されているからな。大名ザザミに限らず、サンブレイクは、ファン大歓喜の復活モンスターがたくさんいるから、今後も楽しみにしているといいぜ。そうなのね。でも、過去作に触れたと言ってもあんまり覚えてないのよ。どんな復活モンスターがいるのか、教えてくれない？もちろんいいぜ、私も語りたかったところだ。今回は、サンブレイクで復活を果たしたモンスターについて解説していくぜ。心の準備として聞いておくわ。最初に紹介するのは、現在進行形で霊夢をボコボコにしている大名ザザミだ。出たわね、ニック機大名ザザミ。大名ザザミはドスで初登場したモンスターで、以降もポータブル2シリーズや 4G、クロスシリーズにも登場しているぜ。解禁ではないけど、いろんな作品に出てるのね。降格種、だっけ？その通りで、小型モンスターとしてその辺にいる、ヤオザミが成長した姿でもある。大名ザザミは主に広い砂地と豊富な水のある地域に生息しているぜ。大きな爪を前に構えた姿は、まさに名前の通り縦髪だな。あれで攻撃防がれてカウンターされるのよ。カウンター以外でも、前にいるのは危険だからな。警戒して横から攻撃しようとするけど、宿に当たっちゃうのよね。あの骨って何なのかしら？あれはモノブロスの頭骨だぜ。モノブロスって、あの一本角のモンスターね。あの角を利用して、大名ザザミは地中から攻撃してくるんだ。そして、あの巨体に似合わず、大ジャンプしてボディープレス攻撃も仕掛けてくる。あのプレスで何回ペシャンコになったことか。そんな大名ザザミだが、サンブレイクの情報が公開され始めた時期から、復活が期待されていたんだぜ。どうして？同じ降格種の将軍ギザミの復活が確定していたからだな。将軍ギザミが骨格ごと復活するなら、セットで大名ザザミも、と、期待する声はかなりあったんだ。なるほどね。モンスターとしての危険度自体はそこまで高くはないが、大名ザザミはマスターランクのトップバッターとしては十分な実力者だぜ。私も今、苦戦させられているところだわ。ちなみに、大名ザザミ自身もシングラフィックでの復活が嬉しかったのか、横歩きひっかきに見せかけて、反対側の爪で殴りかかるという大暴れっぷりを見せているぜ。なんで神が、こんなボクサーみたいな動きすんのよ。次に紹介する復活モンスターは、カマガニこと、将軍ギザミだ。大名ザザミと同じタイミングで登場し、過去の登場作も大体被ってるぜ。仲良しなのかしら？大人の事情を言ってしまうと、同じ骨格だからセットになりやすいんだろうな。あ、なるほど。ゲーム的には大名ザザミの方が先に登場したが、発売前情報では、将軍ギザミが、復活モンスターのトップバッターだったんだぜ。メルゼナの後くらいに、復活告知があったんだっけ？公式ホームページのモンスターが固有とかにという絵面になって、地味に話題になったな。そういえば、ムービーも怖かったわね。ルドロス集団に対して、自慢の釜を披露していたな。同じ神なのに、大名ザザミとはまるで違う感じのモンスターよね。生息地からまるで違って、火山や沼地に住んでいるんだ。そして将軍ギザミ最大の特徴は、鋭く発達した爪だぜ。折りたたみナイフのような形をしていて、怒り状態になると刃の部分が剥き出しになる。これ、とんでもない攻撃範囲にならない？その通りで、特に両方の爪を開いて思い切りハグするような攻撃が凶悪だ。食らうと裂傷状態になるしな。やられる自分が想像できてしまう。それから、背負う宿も大名ザザミと違っていて、将軍ギザミは丸みを帯びた優等格やグラビモスの頭骨を宿にするぜ。出会う個体によって種類が違うとか？その通りで、いくつか宿の種類があって、最初に背負っている宿も固定じゃないんだ。将軍ギザミはおしゃれさんなのね。そして、将軍ギザミの宿は完全に破壊できるんだ。壊すと、将軍ギザミは地中に潜って新しい宿を身につけるぜ。戦闘中に付け替えるなんて大胆ね。まあ、宿がない将軍ギザミは、ちょっとかわいそうな見た目だからな。見てるこっちが不安になるような見た目してるわね。グラビモスの頭骨を背負っている時は、その口の部分をブレスの発射口として利用し、死角となる背後をカバーしてくる。前はカマ、後ろはブレスとなると、余計に厄介だわ。ちなみに、この攻撃はブレスと呼んだが、実際には尿を吹き出しているようだぜ。
絶対に食らいたくないんだけど、本編だとマスターランク星3という、大名ザザミよりだいぶ上のランクで登場し、戦闘では、自慢の釜による怒涛の連続攻撃を見せてくれるぜ。セルレギオスの前に登場するから、劣勝状態のお試し版と言えるかもな。お試し版ってほど、お手軽なモンスターじゃないわよね。実際に戦ってみた感想だが、お試し版っていうには強烈すぎる気がするな。というか、普通に結構強い。私に倒せるかしら？次に紹介する復活モンスターは、ライゼクスだ。体験版で私にひどいことをしたやつだわ。そうだったのか？まあ、それは置いといて、ライゼクスはクロスのメインモンスターの一角として、鳴り物入りで登場した比較的新しい非有種モンスターだぜ。かなり凶暴な性格で、空の圧巻という異名まで持っているほどだ。いろんな意味でド派手なモンスターね。ライゼクスは発売の約3ヶ月前のプロモーション映像の最後に登場して、文字通りの電撃復活を果たし、ファンを歓喜させたぜ。私にとっては、新たなトラウマメーカーでしかないわ。電気を使ってくるのよね。その通りで、頭や翼に電気を蓄えて家電状態に移行するぜ。トゲトゲしくて重厚な広角が目立つんだが、家電状態になると鮮やかな姿になる。特に、カラフルな蝶のようになる翼膜は、進化したグラフィックも相まって超綺麗だぜ。まあ、見惚れていると猛攻の餌食になるわけだが。私も、翼見てたらぶん殴られたわ。戦ってみて思ったけど、ライゼクスってすごく硬いのよね。広角がものすごく硬いから、頭と首、時点で尻尾くらいしか攻撃する箇所がないな。攻撃するのに、すごくリスクのあるモンスターね。帯電した部位は柔らかくなるから、そこが狙い目だぜ。まあ、帯電すると攻撃も強力になるから、リスクも上がるわけだが。怖すぎる。これぞモンハンって感じがして、私は好きなんだけどな。私には理解できそうもない感覚ね。できれば戦いたくないもん。残念ながら、本編では緊急クエストとして登場するから、戦闘は避けられないぜ。そうなのね。二つ名も機個体の技だったライトニングブレードも得得しているし、最大の技として使ってくる急降下大放電は、巻き込まれたらひとたまりもないから、頑張って挑んでくれよな。笑顔で地獄に送り出すの、どうかと思うわよ。次に紹介する復活モンスターは、セルレギオスだ。4Gでメインを張ったモンスターで、クロスシリーズにも登場しているぜ。トゲトゲしい見た目してるわね。セルレギオスは、人鱗と呼ばれる鋭い金色の鱗に身を包んでるからな。その動きは普通の比喩というよりも、猛禽類に近い感じだ。独特な攻撃モーションの中でも、ライダーキックと呼ばれる攻撃が特徴的だ。本当にライダーキックしてる。ブレスなどは使わず、主に飛行能力と鋭い体を駆使した肉弾戦を仕掛けてくるんだが、好戦的な性格も相まって、カムラのハンターでも翻弄されるくらい素早いぜ。目で追うのがやっとかもしれないわ。怒り状態になると人鱗が逆立って独特な見た目になるんだが、進化した映像によって、より立体的な描写がされているぜ。セルレギオスの表現は、かなりこだわったと開発コメントがあったくらいだ。確かにすごい迫力だわ。セルレギオスは、将軍ギザミの時にも触れた劣勝状態の元祖でもあって、人鱗による攻撃を受けると劣勝状態になってしまうぜ。どんな状態異常なんだっけ？サンブレイクの劣勝状態は、動き回ることで蓄積ゲージが増えていき、その状態でダメージを受けると、蓄積分の追加ダメージを受けてしまうという仕様だ。焦って走り回ったら、まず間違いなくキャンプ送りになるわね。落ち着いて刺身魚などを食べれば、すぐに回復するぜ。アイテムなしでの回復も早くなっていて、しゃがめば1秒ほどで治るんだ。ちなみに、抜刀状態でも3秒ほど動かないでいると治るようにはなっている。まあ、状態異常としては優しくなったと言えるな。セルレギオスとの戦闘中に立ち止まるとか怖すぎでしょ。マスターランク星4での登場だから、それまでに腕を上げておくことだな。とまあ、こんな具合にパワーアップしたセルレギオスだが、後に戦うことになるシャガルマ柄の登場ムービーで、ベリオロスともども引き立て役になってしまったのは、少し悲しかったな。リオレイヤを引き立て役にした罰が当たったのかもね。ちなみに、昔のセルレギオス武器には、回避で切れ味が回復するという特徴があったんだが、今作ではその特性が防具スキルに引き継がれているぜ。あら、手軽に切れ味回復できて便利じゃない。ただ、回復の条件がフレーム回避が成功した時のみだから、かなり厳しいぜ。上級者以外は、おとなしくガルクに乗って研いだ方が良さそうだ。フレーム回避とか、本当に偶然じゃないとできないわ。次に紹介するのは、まさかのフロンティアからの復活モンスター、エスピナスだぜ。フロンティアって、オンラインゲームよね？そうだぜ。残念ながらサービス終了してしまい、フロンティアさんのモンスターにはもう会えないと思われたが、まさかの復活に、ファンは歓喜したんだぜ。
私はやったことなかったけど、プレイしていた人は嬉しかったでしょうね。それ以上に、エスピナスの復活は、他のフロンティア3モンスターが今後も登場するかもしれないという、大きな可能性を示しているんだ。これは、シリーズ全体の歴史で見ても、めちゃくちゃ大きな出来事なんだぜ。そう聞くと、サンブレイクが本当に歴史的な作品に思えてくるわ。ところで、エスピナスってどんなモンスターなの？イバラユウという別称の通り、見た目はとにかくトゲトゲしいぜ。本当だわ、触っただけで怪我しそう。性格も凶暴そうだわ。そう見えるかもしれないが、意外と温厚なんだ。あら、そうなの？普段はお気に入りの寝床で横になって、まったりと過ごしている。他のモンスターに積極的に攻撃したりもしないし、狩りも、じっと待ち受けて近寄ってきた小型モンスターを食べる、待ちのスタイルなんだ。私と気が合うかもしれないわね。霊夢のダラダラ伏せとは少し違うと思うけどな。そして、外敵に攻撃されたとしても、エスピナスは動かないんだ。外敵の方から諦めるまで耐えるという、モンハンらしからぬ対応をするんだぜ。怪我しちゃうじゃない。忍耐強いのもあるが、口角が硬いから大丈夫というのもあるだろうな。同じように、ハンターからの攻撃にも、最初は反応しないぜ。じゃあ、一方的に殴り続けて終わり、とはならないわよね。その通りで、しつこく攻撃することで、エスピナスはようやく攻撃体制に入るぜ。戦闘体制に入ったエスピナスはめちゃくちゃ強力だ。どんな攻撃をしてくるの？人毒と麻痺を合わせ持ったブレスを吐いたり、突進してきたり、縦横無尽に暴れ回るぜ。特に強いのは、お箱の突進攻撃だ。人毒と麻痺のブレスも十分に強力な気がするけど、突進が危険なの？ディアブロスほどのスピードはないんだが、重戦車のような迫力がある突進で、予備モーションが少ないから油断すると被弾してしまうぜ。ターンしながら2回、3回と突進してくることもあるから、慌ててかけり虫受け身をすると楽に危ないかもしれないな。それは厄介だわ。積極的には襲ってこないんだし、ぜひとも戦闘は避けたいわね。残念ながら、ストーリーに関わる存在として、緊急クエストでの登場になるぜ。霊夢も、惹かれてしまわないように気をつけるんだな。用心するわ。次に紹介する復活モンスターはボアマガラだ。法のメインモンスターとして登場し、クロスシリーズでも活躍したモンスターだぜ。まがまがしい見た目よね。真っ黒な体色と、マントのような翼膜が独特だよな。この翼膜はゴアマガラの能力に深く関わっていて、翼膜から鱗粉をばらまいて、敵の位置を把握するんだぜ。普通に目で見ればいいじゃない。残念ながら、ゴアマガラの段階では目がないから、鱗粉を利用するしかないんだ。そして、この鱗粉は恐竜ウイルスと呼ばれていて、吸引してしまうと恐竜症を発症する。ゴアマガラの段階？ゴアマガラは分類不明の謎の生物だが、その正体は天界勇者ガルマガラの幼体なんだぜ。幼体といっても、そこらの大型モンスターではかなわないくらい強いけどな。もしかして、ハンターとの戦闘中にもウイルスをばらまいてくるとか？その通りで、戦闘中にも鱗粉をばらまくぜ。特に、鱗粉を利用したブレスは、被弾したら恐竜症待ったなしだ。恐竜ウイルスに侵されたら、積極的に攻撃を仕掛けてウイルスを克服するしかないぜ。その積極的な攻撃ができないから困るんだけど。だが、それすらも序の口で、ゴアマガラの真骨頂はその先にある。鱗粉による感知能力が頂点に達すると、周囲一帯の景色を変えてしまうほどの鱗粉を放出して、触覚が姿を現すぜ。この状態は恐竜化状態といって、ゴアマガラの最も危険な形態となる。収納されていた翼脚も移動や攻撃に利用するようになり、手がつけられない状態になるぜ。そんな奴とこの先戦わなきゃいけないのね。よりにもよってマスターランクで。サンブレイク本編では、マスターランク星4のセレクトクエストで戦えるぜ。恐竜化状態の大技として、横方向に広がりながら爆発するブレスが追加されている。余計に強力になってるの？強敵ではあるが、一度は戦っておくことをお勧めするぜ。進化したグラフィックによって、マント上の翼膜が本当に綺麗に描写されてるからな。過去作で戦ったことのある人は、あまりの進化に感動すること間違いなしだぜ。戦うことにならなければ、それも楽しめるんだけどね。次に紹介する復活モンスターは、シャガルマガラだ。ボーのラスボスとして登場したモンスターで、さっき紹介したゴアマガラの生態だな。ゴアマガラは、成長と脱皮を経て、この姿になるんだぜ。同じ生物とは思えないくらい、対照的な見た目をしてるわね。悪魔みたいなゴアマガラとは逆に、シャガルマガラは純白で、神聖な感じがするよな。というか、色だけじゃなくてほとんど別の生物って感じじゃない？シャガルマガラは目も発達して視覚で相手を見られるし、ゴアマガラが恐竜化状態で出していた触覚は、立派な角に変化しているしな。成長を経てシャガルマガラになることで、分類も固有になるんだ。本当に、別の生物扱いね。攻撃方法も神聖な感じに、ならないわよね。むしろ凶悪になっていて、恐竜化ウイルスの粒子を周囲一帯にばらまいて、他のモンスターを軒並み恐竜症に感染させてしまうという、超危険生物になっているぜ。
なんか、昔の解説で聞いたことある気がするわ。ゴアマガラの時は限定的だった翼脚による攻撃も常にしてくるし、間違いなく強敵だぜ。それで、シャガルマガラとの戦闘は避けられたりしないの？残念ながら、シャガルマガラは緊急クエストのターゲットだから避けられないぜ。クエスト登場も、メインモンスターのメルゼナの後という、満を持しての登場だしな。さっき話してたセルレギオスを引き立て役にしちゃうくらいだもんね。世界観的な意味でも、かなり上の地位にいるってことがわかるよな。実際に戦ってみるとわかるが、ゴアマガラと同じで、ウイルスの描写も綺麗になっていて、思わず見とれてしまうぜ。見とれてる場合じゃないでしょ。新必殺技として、極太恐竜ビームを放ってくるようになっているし、過去作プレイヤーでも十分に新鮮な気分で戦えるようになっている。固有だからしょうがないけど、もはや何でもありね。ただ、一つ気になることがあるんだよな。気になること？今回、シャガルマガラは新フィールドの城塞高地で登場するんだが、過去作では、シャガルマガラと戦う場所はギルクエ以外だと禁足地だけなんだ。禁足地？成長したシャガルマガラは禁足地に戻る習性があって、だからこそ展開流なんだ。それは不思議ね。城塞高地にいるのはどういうシャガルマガラなのかしら。可能性としては禁足地に戻る前か、禁足地で生殖活動を終えた後か、だな。どちらにしても、強いのなら私はあまり戦いたくはないわね。次は一風変わって、特殊個体の紹介だ。モンハン好きで知らない人はいない、月光したラージャンだぜ。で、出た。月光ラージャンと呼ばれがちだが、正式名称は月光したラージャンだ。常に興奮して金色になっているんだっけ？その通りで、尻尾がなくなったせいでエネルギーの制御ができなくなった個体だな。サンブレイクに登場する月光したラージャンも、例に漏れず尻尾がないぜ。あら、本当だわ。ちょっと可愛いかも。尻尾だけを見る分にはそう思うかもしれないが、一度戦えば恐怖の象徴になるぜ。そりゃそうよね。普通のラージャンでも苦戦するもん、私。具体的には、どう強力なの？まず、月光したラージャンの名の通り、月光状態という独自の状態に移行するんだ。この状態での攻撃は熾烈を極めるぜ。手がつけられないわね。いつ戦うことになるのかしら？サンブレイクではマスターランク50で登場するぜ。かなり後半みたいだし、私が戦うのは随分と先になりそうね。よかったわ。新しい攻撃方法は用意されてるの？モーションは全体的にライズ寄りなんだが、アイスボーンの月光したラージャンが使っていた攻撃もしてくる。さらに、サンブレイクで追加された新攻撃モーションとして、サイコクラッシャーのような切りも2回転タックルまで使ってくるぜ。もはや、モンスターというよりとんでも格闘家みたいになってるわね。他にも、そういう自体はできるんだが、そういう後の鉄柱子の高速を一瞬で断ち切ったりと、びっくりするような要素をたくさん持っているぜ。サンブレイクでも、月光したラージャンは立派な強モンスターなのね。最後に、今後のアップデートで復活が確定しているモンスターを紹介するぜ。そっか、アップデートでもモンスターが増えていくのよね。どんなモンスターが追加予定なのかしら？まず目玉となるのは、ナルガクルガ希少種だな。ナルガクルガの希少種？前の解説で聞いたような気がするわね。ナルガクルガ希少種は、文字通り、人竜ナルガクルガの希少個体で、登場作品はメインシリーズ全体を見渡してもトライGだけだったんだ。名実ともに希少種ね。その能力も珍しくて、なんと、月光の反射を利用して姿を消すんだ。まさかのステルス迷彩？そんな能力あったら最強じゃない。聞く分には強いかもしれないが、眼光で位置がわかるから完全なステルスじゃないぜ。そう言われても、安心しきれないわ。というか、固有でもないのにそんな異次元な能力持ってるなんて、どんな仕組みなの？大名槌みたいに、どこでも簡単にステルスになれるわけじゃないんだ。ナルガクルガ希少種のステルス能力が発動するには、いくつかの条件が必要だからな。条件、月が綺麗に出ている夜であることと、場所が塔であることだ。意外と限定的なのね。じゃあ、それ以外の場所に誘い込めば、そうすればステルス能力は使えなくなるだろうな。ただ、ナルガクルガ希少種は塔以外での目撃例がないんだ。わざわざ、不利になるところに出向いたりはしないってことね。ちなみに、ナルガクルガ希少種の厄介な点は他にもあって、尻尾のトゲに毒があるんだ。透明になる上に、毒まで持ってるの？さらに、希少種共通の特徴として、頭の肉質が硬いんだ。ボルボロスじゃないんだから。だから、希少種固有の能力をしのぎながら、原種とはまるで違う立ち回りをしないといけない。これが、希少種と戦う時の難しいポイントなんだよな。覚悟だけはしておくことにするわ。PV を見る限りでは、決戦場となる塔も復活するみたいだし、久々のナルガクルガ希少種との戦いを楽しみに待つとするぜ。マリサはたくましいわね。さて、お次の復活予定のモンスターは、グレンタギルバゼルギウスだぜ。バゼルギウスの特殊個体？その通りで、アイスボーンのマスターランクに登場したモンスターだ。普通のバゼルギウスでもきつかったんだけど、もっと強力なのよね。もちろんだ。
グレンタギルバゼルギウスは、より高温な爆輪をばらまき、強烈な爆発をお見舞いしてくるぜ。普通の状態でも、通常個体の怒り状態くらい爆発が早かったな。近づきようがなくない？さらに、怒り状態になると、爆輪より高温を示す蒼白色に光るようになるぜ。もはや、触れるだけで致命傷になりそうな温度でしょ、それ。ゲーム的には触れるくらいなら大丈夫かもな。絶対に爆発に巻き込まれるが、気になるなら試してみるといい。やるわけないでしょ。さらに、グレンタギルバゼルギウスは、急降下した後に全身の爆輪を一斉爆発させる、グレンタギル大爆撃という超危険な技を持っているぜ。バゼルギウス自身が無事じゃ済まなそうな技ね。バゼルギウスは大丈夫だろうが、巻き込まれたハンターは爆散するだろうな。サンブレイクでは追加モーションも増えるだろうし、どんな仕上がりになっているのかが、今から楽しみになってくるよな。私に同意を求められてもね。ちなみに、アイスボーンのマスターランクでは、通常のバゼルギウスが登場しなかった。あら、グレンタギルバゼルギウスだけが登場するってこと？そういうことだぜ。だから、同じランク帯で通常個体と特殊個体が共演するのは地味に初なんだ。通常個体と特殊個体の縄張り争いとかあるのかしら？同じクエストのフィールドに居合わせることはないと思うぜ。あら、残念だわ。サンブレイクの復活モンスターまとめは以上だぜ。今後もアップデートで追加されるモンスターがいるだろうから、みんなもサンブレイクを楽しみながら、続報を待つとしようじゃないか。私はまず本編をクリアして、装備を揃えて、腕を磨き続けないといけないわ。やることがたくさんあるのはいいことだ。新しいランクに挑戦して、装備を試行錯誤する期間は楽しいからな。そうね、毎回怖いけど、モンスターを倒せた時の喜びがすごいわ。その意気で、復活モンスターたちとも戦ってみてくれよな。心の準備ができたらね。紹介したモンスターの復活に歓喜していた人は高評価を。サンブレイクをより楽しめる動画を投稿していくから、チャンネル登録よろしくね。復活してほしいモンスターの願望がある人は、コメント欄に書き込んでいってくれよな。ご視聴、ありがとうございました。いつもコメント、高評価ありがとうな。これからも、モンハンに関する動画を投稿していくので、よかったら他の動画も見ていってね。